皆さんこんにちは。 T5 ジャズレコーズの清水です。横浜ワイン会ポッドキャスト新エピソードハイレゾの再生環境第2回をお送りいたします。ハイレゾの再生ソフトにみんな何を使ってるのか皆さん気になりませんか？ Windows ユーザーの大谷さん、 Mac ユーザーの私、そしてレコーディングエンジニアの斉藤さんでは、みんなそれぞれ違うんですね。果たして何を使っているんでしょうか。また音のレベルの話題から、実は侮れない CD の音の魅力、最近流行りのポータブルプレイヤーや PC オーディオの音の改善策まで、いつもながらあっち行ったりこっち行ったり、テーマから脱線しまくりのトークとなっていますが、ぜひごゆるりとお聞きくださいませ。お送りするのは前回と同じレコーディングエンジニアの斉藤孝之さん、プロデューサーマネージメントの大谷智博さん、そして T5 ジャズレコーズの私清水の3人でお送りいたします。このプログラムは名盤名演から最新録音まで、国内最大級のカタログを誇るハイレゾ配信サイト E4Q ミュージックの提供でお送りいたします。みんなどうしてるんでしょうね。携帯では聞けないですもんね、まあ、最近は聞けるけど、ちょっとこの 2,3 日大谷さんとねよくやり取りしてた中で、僕はあの Mac でオーディルバーナっていうソフトを使って再生してるんですけど、でもそれだと目の前の小さいこう PC 用のね、あの B&W の M1 っていうスピーカーか、まあヘッドホンかなんですけど、あ、そういえば最近バージョンアップしてなんかストリーミングできたなと思って、ソニーのユニバーサルプレイヤーにそれ飛ばして Wi-Fi で、あの大きいちょっと大きめのピュアオーディオの方から音を鳴らせるっていうことに気づいて、鳴らしてみたんですよ、そしたらハイレゾはね結構いい音で鳴ってくれたんですよ、その後ね CD をこうリッピングしてフラッグにしたやつを再生したのと、その CD を直にそのユニバーサルプレイヤーに入れて鳴らしたのとね、もう雲泥の差でやっぱり CD 直の方がいいわと思って、フラッグに一回しちゃうっていう状況が入っちゃいますからね。フラッグにしてフラッグを解凍するっていう作業も入っちゃいますもんね。そう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 、それもね、入っちゃうんですけど、やっぱりやると変わるとは思うんですよね。何がしかね、いい方に変わる時もあるんでしょうけどね、何も変わるのが全部悪いわけじゃないですからね、まあ、ただね、なんだろう、迫力がもうなくなっちゃうっていう、あちょっと力がない感じになってます。迫力あると思うんですよね。レンジ狭いんだけど、なんでしょうねあれね、ズガーンって、昔はそんなこと思わなくて、こういういろんなものが出てくるじゃない。CD プレイヤー、あのプロツールスでスタジオで、まあ、いわゆるハイレゾで、まあ、生音取ったけど聞いてるわけじゃない。たまに CD かけるとさ、どう思うの？CD かけたりするところでスタジオで今。かけるよ。かけるよね。サウンドになるわけじゃない。でもさ、あの今なんだ作業中のまだマスタリングもミックスもしてない音と、そうなんだよ。そこの差がね、あの強くは感じちゃうんだけど、CD のまず音源としてはね。ただ。こうなんだろう、ハイレゾのものと、まあ、CD を聞くと一聴して思うのはやっぱり中域のなんだろう押しっていうのは CD の方が感じる、感じるよね、感じる、なんかゾーンって、真ん中だけ来てるっていう、極端で言うとですけど、ね、力強さとかね、なんか訴えてくるものがある、あ熱量があるよね、なんかね、確かに。あとあれですよね、昔の CD ってレベル低いじゃないですか。でじゃあそれをボリューム上げれば今時の CD みたいになるかっていうと、それもならないんですよね。ああ、ならないかもね。それは前ね、あの乃木坂の鈴木さんも言ってて、いやボリューム上げりゃいいってもんじゃないんですよね。まあそれはそうだね。SACD
今は知らない、今はその話したことがないんでわからないんですけど、今それをやってるかどうか。 SACD 始めた頃はやっぱレベル入れてないって言ってましたね。あ、それはやっぱり単純に上が潰れるのはもったいないし、うん、下向きまで綺麗に出るんで、なるべく歪まない音をマスタリングで入れてるからっていうと、やっぱりレベルは CD よりも下がるんですよ、うん、 そうですね、そうするとそれを聴き比べた人が CD の方が全然音がいいじゃんっていう人たちがやっぱり言われるんですよ。それ音がいいっていうよりは聞こえがいいっていうことだと思うんです。エネルギー感とか、まあ、単純に同じ例えばあのユニバーサルプレイみたいなもので切り替えた時に音がガッて下がっちゃったら、うん、そうですね、やっぱりつまんないなって思ったりもするとかね、うん、いや僕がやってた時は明らかにそういう感じですよね、うん、っていうか総じてほぼ全ての SACD がそうですよね、うん、そうですよね、うん、だからそういうのがあんまり好きじゃないエンジニアもいたのかもしれないな。話を聞いてる限りは俺はあのさんはそういうのがあんま好きじゃないから SACD あんま好きじゃなかったんじゃないかなっていう話を俺によくしますね。 あんまり面白くないくないってよく言われるんだよね。そう、でもそういう意味ではさっきもねちらっと話が出た僕のところであの一番最初に DSD のライブレコーディングでした、これ斉藤さんじゃなくて鈴木さんに撮ってもらったやつなんですけど、累計のライブレコーディング DSD で撮った、あれ DSD なのにものすごい多分レベルも突っ込んで入れてあって、うん、こうあれ聞いて DSD のイメージ変わったっていう人多いんですよね。それはもう撮り方とかそういう音の入れ方とかそういう話であって、うん、必ずしもこう DSD だから弱いとかそういう話じゃないんですよね。だからいや絶対ないと思いますよ、ね、だって意図的にやってるっていう話ですから ね単純な話がね、うん、その良さが出るのはそういう歪まない範囲でのダイナミックレンジだっていうのはそういうことだっていうことで、それが正しいってわけです。それがいいと一番良さが出ると思ったからその時はやりましたという話で、だからさっき僕が何となく言った今は知らないですよって、だからその清水さん例えば仕事やった時にそういうのがやっぱり良くて、あ普通にやった方がいいなって今思って、あんまりそういうこと意識しないでやってるかもしれないですからね。あのオーディオ的なところは意識しないで、音楽的に楽しくてしかも音が良くてみたいなことでやってるのかもしれないんで、まあちょっとそれはあの意思が入ってるんでやっぱりね。今だってあれでしょ、そのさっきメールもしたけどあのポタフェスとかってこうポータブル あの再生機でハイレゾを聞く人は少なくないじゃないですか、いろいろ70万とかあるもんね。あ本当こんなサイズですごいね。それは何が違うんですかね。アンプと結局アンプとかなんじゃないですか。あとクロックかもしれないけどね、それこそ、うん、おあのDA コンバーターに関しては大体同じものがモノモノで積んである。ダーブルあるんでしたっけ。うんとね、旭化成のなんとかと、もう3メーカーぐらい有名なのがあるんですけど、その3メーカーぐらい。なんか割とバーブラウンってやつが一番有名なんだと思ってた。ああ、なんかね、チップ忘れちゃったんですけど、また忘れちゃうんだよな。なんかそういうのが大体それで決まってるんですよね。ある程度の10万円以上ぐらいになってくると大体積んであるものっていうのは同じで、その DA に関してはね。ですよね。チップ、だけどチップに関しては音違うのはなんかその味付けどっかにあるんですかね。筐体とかあるみたいですよ。来た車と一緒。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 そうです。ポルシェみたいにガシッとしてるやつとカローラとじゃやっぱ音違うんですよ。同じトヨタのエンジン積んでるトヨタ車とロータスエリーゼが全然違うみたいな。あ、そうそうそう、そういうことそういうことですね。チューニングも含めてね、ノイズ処理とかも違うんじゃないですかね、うん、やっぱりどうなんだろうね。聞いたことないんですよ、でも70万のダップないですよね、普通ないですよ。聞いてみ、ポタフェスっていうのはそのポータブル機器を売ってるんですか。そう、うん、そう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 、あれじゃないですか、ヘッドホン最初祭りと。そう、最初はねヘッドホン祭りの方が盛り上がってたんですけど、いつの間にかねポタフェスの方が盛り上がるようになっちゃって回数も多くなっちゃったんですよ。まあそうなんですか。要はそこに行けば両方ともあるっていう話だけだと思うんですよ。だから最近はそっちが熱いってことですね。そっちが熱いみたいですね。すごいですね、ポータブル機器で70万っていうのもまたすごいよね。70万、みんなすごいなと思って、まあ、皆さんがどれぐらい、まあ、もちろんねあのウォークマンも出てるじゃないですか、ソニーのね、そういうの、うん、高いやつね、ハイレゾウォークマン。一時あのソニーの DSD レコーダー、う
PCMD100DSD とあるやつ、はいはいはい、あれがめっちゃ音がいいって言って結構中国の人があれをウォークマン代わりに使ってるって話は僕は聞きましたけどね。そしたらなんか乃木坂のエンジニアの鈴木さんがいやいいでしょうねあれ間違いなくいいですよ。ああそうなんだ。ただ操作性はどうかと思いますけどそりゃそうだ録音機器だもんねいやそりゃそうだよね。だからどうなんでもやっぱり音がいいってことはアナログで聞いてるわけだからアンプがいいって話、うん、なんじゃないのかな、まあ、電源が安定してるとかね、うんまあ、そういう基本的なところにお金がかかってる。そうですね。まあ考えてみればまあなんていうんですかオーディオの全てが一個にこう凝縮してしかもあの大きさにまとめられてるわけだから、うんまあ、お金かかってるっちゃお金かかってるんでしょう ね、うん、だから高いのはねあれだと思うんですけどね。まあわかるんですけど、うん、僕もあの1個持ってますよポータブルプレイヤー。これは何でしたっけ、ですかそれ。アイリバー。アストアイリバーのアステル&カーンの、高いやつですよね、それ。これ一番安いやつです。一番安いって言っても高いでしょ。高いですよ。定価7万ぐらいしたんじゃないかな、ねうんうん。いくらで買ったか忘れたけど、もうね、ずいぶん前に買ったんですけど。まだやってんでしたっけ、その会社。やってますね。ここが出してるのが70万ぐらいしますね。あ、そんな、そうなんだ。10万とか20万ぐらいの多いんじゃないかな。うん、そう。これはね、もうすごい古いんで、そのいわゆるそのチップもものじゃなくて1枚だし1枚でステレオでやってるし、しかしまあでもバランスとか出てんだよね。聞いたことないんだけどねまあ聞けよって話だかもしれないけどこれはどういうヘッドホンとかで聞くんですか。んどうやって聞くんですかそれは。ヘッドホンとかは刺して刺してBluetooth でも飛ぶけど、これがさ何がすごいってさ電池がなかなか切れない。今スイッチ入れたんだけど電池切れなくて、うん、これ一回充電していつ前使ったか覚えてないぐらいなんですよ。だけど 93% 入ってるからこれ全然あの使わ 93% 放電しないんだなと思って優秀ですね。優秀ですね。僕のこの間聞いてもらったゼンハイザーのあるじゃないですか、うん、はいはい、置いとくだけでどんどん電池なくなっちゃうんだよ、うん、でもだから、ね、使うときいつも切れてる、うん、間抜けみたいな、まあ、常に通信してたりするとねもうね。そうだからこれ音はねワイドレンジですね。ちょっと素朴な僕は疑問というかなんかねこの話の流れで、うん、スマホで聞いた場合って、うん、クロックってどうなるんですかね。さっきの GPS クロック的なものが反映されるのかな。そんなものは。いやそういうんじゃないと思いますけどね。そういうのはない、うん、普通の内部タイマー的な内部タイマー的なものでしょうね。インターナルクロックなんじゃないかな、うんうん、だから例えばこれハイロズに対応してないですよね。 iPhone の新しいやつだと対応してんじゃなかったかな。対応してないんじゃないですか。対応してないか、うんうん、それはクロックの問題とかもあるのかなとか思うんだよね、うん、だってクロック切り替えるもんね。そうですね。あのデータ量、うん、あのレートによってね、うん、でもここさあんまり想像で物を言ってると痛い反応が来るそうだねまあそこは切ってくる。まあでもこれは全部インターナルクロックで入ってやってんだろうな、うん、これはねいいのが入ってると思うんですよ、うん、こういうの。いやあれオーディオ機器のクロックって自分で変えられるもんなんですかね。柿崎くんはねなんか変えられるみたいなこと言ってたんですよね。それは柿崎さんだからじゃないですよね。そう技術者だからじゃない技術者だからですね。でも石を変えるだけで違うって言うんですよ彼は。石を変えるだけで違う、うん、変える違うでしょうね。でもねやっぱりそれは相当やればできるって言ってやればやればできるそれ柿崎さんだからでしょうですよね、うん。大谷さんはだからハイレゾを聞くときにはあ僕はですねあれでしょ、なんだっけリンでしたっけ。いやいや僕はハイレゾ聞くときはあもうそれがパソコンのやつ。リンのプレイヤーってリンのプレイヤーは普通の CD プレイヤーですね。あ CD CD プレイヤーを中古で買ったんですよ。あパソコン、うん、パソコンです。パソコンも しかもねあの自分が仕事で使っジムで使ってる Windows 機のお下がりね、一番あの新しいのに買い替えたらそれがそっちに行くオーディオに行くっていう状況で、うんまあ、それは何でかって言ったら何買っていいかよく分かんないからとりあえずあのありもので済ましてるっていう話ですね。でそれをだから DAC はあのコードのあのQテストっていうやつ
を通して使ってるんですけどね、うん、あとその間になんか噛んでるもの今は何もなかったよな。でアンプいプリアンプいってパワーアンプいって、うん、っていうそれはまあステレオと仕様ですね、うん、LAN とかで繋いでなくてもう USB でハードディスクに囲って繋がってますね。ネットワークオーディオみたいになってないですか。ああそうなんですか、なんかね、じゃあでもそうするとセパレートしちゃうんだ。うん、なんかネットワークオーディオに一回したんですけど音が良くなかったと思ったんですよそうなんだ、だからだから USB でハードディスクにつなぐように戻しちゃったんですね。うん、で今ハードディスクの振動がすげえなっていつも思ってるんでそれはそうだ、 SSD に変えたいとは思ってるんだけどちょっと予算的な問題があるんでそれはあの早く SSD が持って安くなってくんないかなっていうねでもあのオーディオフェアとか行くと割と簡単にじゃあ聞きましょうかなんつって全部音源 USB メモリーに入ったやつをバコとか挿してそれでコピーしないでそのままかけてくるね。あそうですね、意外に無頓着なんだななんて思ったりするんですけどね、だからそんまあショーだからじゃないですか。ショー、まあ、そまあね確かにそこまでねでね前もちょっと話してたんですけどそのパソコンもねそのデスクトップを置いた方がいいんだとか、うん、ノートの方がいいんだとか Mac がいいんだとか Windows を Azure かなんかでやってあるやつがいいんだとか何ですか冷却のファンがついてるついてない問題だとか、やっぱ水冷にするんですよ。水冷にするとかそうだってすごい電池結局電磁波の問題があるからやっぱオーディオ 専用機の PC を買った方がいいんだとか買ってみたら意外に面白くなかったんだとか、まあ、いろんなことが言われてるんでなるべく気にしないようにですねお財布に合わせたものを使っていくというね。まあそうなりますよね、うん、まあどうしてもねPC とかちょっと変えてみたいなっていうのは最近思うんですけどなんかこの滲んでる感じっていうのは、うんこれはコンピューターかななんて思ったりするんですけど、クロックそうですね、とりあえずあの親入に電磁波をこう、うん、電磁波をこうなんていうのこう遮るシャットアウトするシートが売ってるんですよ。A4 サイズで高いんですよ。 A4 サイズって言っても、まあ、一番ちっちゃいやつが A5 サイズぐらいで2,000円、うん、A4 だと5,000円ぐらいしたのね、まあ、でも一応手に届く範囲ぐらいです、ね、そうちょっとそれをパソコンにペタペタ貼ってみようかなとかね。パソコンの上に貼る、パソコンいやどこに貼るか下に貼るのか上に貼るのか開けてノートパソコンだから、まあ、開けて中に貼ってみるのか、うん、なんかやってみようかなとかね。うちにあのアナログプレイヤー用にまあすごいあの静電気を抑えるためにね、うん、まあ9,000円ぐらいするこうハケがあったらいいんですけど、そんなもの高いんで、あのアマゾンで買ったあの何百円っていうこうシートがあるのよ。でそれでこうアナログレコードを買ってさささとか言って静電気、あ静電気除去のね、除去するんですけど、ありますね、もしかしたらこういうのも効くんじゃないかなと思って、ノートパソコンをいつもこう蓋閉まったまま再生してんだけど、でテレビにつながってるんで、あの液晶あの画面自体は、うん、でこう挟まってる間に挿してみたんですよ。うん音悪くなっちゃったんですよ ね、 これはね、音悪くなったら錯覚幻聴かもしれないですけどねなんでこれは聞かないんだと、やっぱり金出せよって言われた感じがして困ったなと思って、なんかあれですね、そういうの、あの USB のなんていうのこう差し靴っていうのなんていうのこう、うん、端子のとこに貼ったりする人が多いみたいですね、うん、どういうこと、その電磁波の紙切って刺すところに貼るんですか、あの刺すとこで刺せるんですか、刺すとこで貼るというかあのプラグに貼るみ、プラグの表面に貼るみたいですね、こうやってこういうとこに、そういうところに貼って刺せるもんなんですか、うん、ここに貼る、表にピュッと貼るだけです、あ、例えばここに出てる部分に、そう出てる部分に貼るんですって、そうするとね、いいらしいですよ、なんだろうね、どうしてなんだろう、ね、でもよくほら空き何あの空いてるさ、うん、あの端子にさ刺すやつがいっぱい出てるんだよね。あれに近いノリだと思うんですよね。全然達成してますからいかがでしたでしょうか。近日中にハイレゾの再生環境第3回もお送りしたいと思いますので、ぜひお聞きください。
横浜ワイン会。このプログラムは名盤名演から最新録音まで国内最大級のカタログを誇るハイレゾ配信サイトイーオンキョーミュージックの提供でお送りしました。